私はタフレグの、ライダー兼、マネージャーです。名前は西田浩二と言います。よろしくお願いします。タフレグは、他のいろんな、日本にあるブランドとは違って、全てを自分たちで、やっています。まあ、ビデオ制作もそうですけど、スケートボーダーがリアルに滑った、ものとか、デザインも含めて、チーム内メーカー内で、全てを構築しています。まあ、そういったところを、まあ、本当にリアルな、スケーターがやっているブランドなので、音楽も含めて、フォトグラファーも所属してますし、全て、タフレグオンリーでやってます。まあ、そういったところを、まあ、注目していただければいいと思いますので、ぜひ、こちらデザインとかも新しいやつですね。ぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。ああ、よろしく。だいぶ頼んだ。はい、斉哲春です。タフレグのライダーです。今日スケートを始めたのは20年前に遡ります。まあ、楽しければいいかなという感じなので、これ僕のモデル 51.5mm 81B スケールのやつです。めっちゃ調子、ほらこんなに使える、これです。ありがとう。まだ終わってないです。引っ張ったらダメなやつ。本当ありがとう。何を反省よ。カムサムだ。カムサムだ。カムサム。白石空です。僕は5歳からスケボーをやっています。このデッキはタフレグで、このデッキは日本人向けにホイールベースが作られてて、すごい乗りやすいデッキとなっています。ぜひ乗ってみてください。今日出て感想、大会の予選は残ったんですけど準決で落ちてしまいました。で、今日はまあ良かったんですけど、実力的にも全然ダメで、もうちょっと練習しようと思います。